体重コンピューターチェック。チェックします。名前サボテンダー、種別サボテン長寿、身長60メートル、重さ5万トン、能力胸の鋭いトゲ。サボテンダーは地球征服を企む恐怖の異次元人ヤプールが鳥獣製造機によって生み出した生物兵器の一匹である。その名前と姿が示す通り、サボテンダーのトゲをよくよく調べてみると、どうもハリネズミのトゲのようでもある。サボテンダーは動物と植物が合成された鳥獣なのだ。サボテンダーは最初ウルトラマンエースとの戦いに勝つことができず、一旦姿をくらました。異次元人ヤプールはサボテンダーのエネルギー不足が負けた原因だと考え、新たな行動を開始した。それはサボテンダーをもともとの姿ともいえる小さなサボテンに変え、加えて食虫植物、つまり虫を食べてしまう植物としての能力を与えることであった。サボテンは昆虫や小動物をはじめ人間をも食い始めた。次第にエネルギーを蓄えたサボテンダーだったが、なんとか鳥獣攻撃隊タックの手で捕らえることができた。そして宇宙空間でスペースミサイルを使って爆破することにした。地球上で処理すると武器に使ったレーザーのエネルギーで逆に大怪獣に変化させてしまう恐れがあったからだ。だがヤプール人たちはすでにこの事実を見抜いていたとはタックも計算外だった。サボテンダーのエネルギーはかえっていっぱいになり、再び破壊活動を開始した。頭についた体の中でもひときわ大きなトゲを怪しく光らせ、リターンマッチに臨んだのである。だが植物の弱点はやはり水分を抜かれてしまうことだったようである。